ほんとだ、カメムシだ。すごいね、臭いと思ったらなんか飛んでるし。おお、すげえすげえすげえ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どんな感じですか？今いっぱいコーラ、コーラ、モンゴーが釣れて。モンゴーですか？はい、あ、もうエギングやめられるんですか？いや、ライトつけてこうと思って向こうに行くと。あ、どこ？向こうに。あ、結局向こうに行くと、うん、アジは向こうの方が多分。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です、先生。どんな感じですか？なんでやめろ、今が次ながら。いや、ライトつけとかアジが釣れんくなったら困る。ああ、じゃあ俺ちょっとこっちで頑張って後から行くね。はい、お疲れ様です。久しぶりに海にやってきました。とりあえずね、エギングはね5000、6000ぐらいやってますけどね、全く釣れません。一匹も釣っておりません。今日はねアジを狙おうと思ってやってきたんですけど、一応その前にちょっとエギング少しやってみたいと思います。ね、ワンチャン釣れんかなと思ってこいつでやってみたいと思います。デュエルさんのエギで行くぞ。入れよイカちゃん。結局ほんと今年はもうケンサキイカが全く釣れんかったわけですね。イカ先生が2匹釣っただけなのかな。全くダメやったっすね。去年あんだけ釣れたんすけどね。今年も美味しいケンサキイカ期待しとったんすけど全くでした。塩は中塩やったかな、塩加減はの、もう先ほど満潮をやって今下げに入っております。入れよスクイット。なんか虫がすげえいっぱいおる。まあ私がライト台頭家でしょうけどね。羽ありかこれ。羽ありやね、すげえおる。先生何イカですか？何イカですか？あ、それ系？判断に困る。あ、大きさはいいイカやけど。おお、そんなんがおるんや。それの大きいやつが美味しいやつよね。そうそうそう。どっちイカこれ？ヤリイカ？へえ、美味しそう。ちっちゃいけど。判断に困る。うん。そげなんがおるんだ。いや、ちっちゃいけどね、美味しいやつやね。ナイス。それもリリースやない。はい、さようなら。ここなんだ。リリース？そらそうやね。さすがにリリースやね。ナイス。食べるとこがないやな。よし、この辺でやるか。行くぞ。入れよスクイット。よし、俺もアジングしよっかな。ちゃんとしてよ。大丈夫な。あ、ピクピクな。痛い。あ、痛い。で、しまった。うん。当ててん。何十センチか当ててみて。
22やろ。ああ、さっき釣ったの撮影すればよかっただ。あ、撮影しとったやなかった。してない、撮影してない、撮影してなかった。まあ今からですよ、今から釣りますよ、今から釣りますよ。よいしょ。カウント数えて天井が何か見てさ、カウント数えてテンションが反転、上下にあの無関心ってちょっと大きな感じに見えた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15っつったね。あ、来た来た。うん、小さいね。さっきのに比べたら全然。おお、そうでもねえか。うん、さっきのよりちっちゃい感じがする。さっきのがあれだよ、もういいかい。いや、でも元気はいいよ、元気はいい。あ、これなんか違うぞ。サバ、サバちゃんやねこれ、うん、そうやろ。なんか元気はいいと思ったけど、サバンナチャンスになったんやない。それになったら困るよね、サバの方が売り手が効くって。あー、うわ、サバ模様が希少。おー、なんかブル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 言いよばこいつ。サバでした。サバリリースしていい？うん、いいよ。ありがとう。サバンナチャンスやったね。アジが釣りてーのー。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。お、先生釣れたんやない。お、そりゃ釣れるよって言われた。あ、来た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 よ。なんか余裕で釣れ出したんやけど、余裕で釣れ出したんですけど、でもまあまあちっちゃいね。全然全然ち、全然ちっちゃいですよ。まさかまたサバちゃんやなかろうね。あ、アジや、アジやった、アジやった。おお、ちっちゃい。こんなもんなんかね。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。うわ、カメムシがおる。どこだ、どこにおる。もう俺こんな豆いらんもんね、はっきり言って。豆はこう最後の最後で頑張り出すねこいつら。おお、相当ほら最後の最後であがくっちゃね。おお、ナイスナイス。でもなんか、でもずっと20センチぐらいじゃない。あぶね、口が切れよった。取れんよ。だいたいこのサイズじゃない？うん。すいませんね、先生。不慣れなもんで処理してもらってすいませんね。
処理代もらわなきゃいけんかね。処理代やろ。2、3、4。やっぱ先生の使いようなんかあのいい竿のがなんか分かりやすいね。分かりやすい、うん、分かりやすい。あのいい竿は。その時その時で竿を入れ替えて、うん、だけどその竿の方が絶対釣れる時もあるし。そうなん。俺だって竿とかそのタックルの金額で決めるけね。うん、金額やけん俺気になるの。あ、来た来た。なんかもう一回投げたらもう一匹は釣れるようになったよ俺も。うまくなったけやない、潮が緩んだとかやないでさ。よいしょ。あ、やっぱりこのサイズやね。もうきれいにこのサイズや。ほんと。もっとなんかこうドラグがジャーッて出るぐらいのが釣りてえね。さっきのでもよかったけどね。ワームよし、充電よし、うんうん、ああ、ああ、ああ、なるほどね。ああ、すいません、すいません、すいません。いや俺もなんか10匹ぐらい貯めてからお店に業者に持っていこうかなちょっと思えたけど。そんな置いといたらしんどいわ。当たった。おっしゃー、完璧な、まあ、フォールで食わ。おー、来た。ほら、ケンジ、俺クラスになったらフォールで食わすけね。いや、ちょっと動画的にちょっとドラグ緩めてみたんよ。多分サイズは変わらん。おー、すげえすげえすげえ。これやっぱドラグ緩い方が面白いね。ナイスー。サイズ全く一緒なんやけど、ほんと一緒なんやけど。あ、でも上顎にかかっとる場合。いいね、それは。うん、上顎きっちりかかっとる場合。すいません、業者さん、すいません、ちょっと忙しくなるみたいで、すいません。来た？来た。またあ、な、バラした？バラした。あ、豆サバが釣れる。豆サバ。先生の方がなんか調子がいいようで。当たりは先生の今んとこは。どうでしょう、先生はどれぐらい釣ったかな。俺ケンジにね混ぜられたけねだけ。あー、結構釣れとるね。え、結構釣っとうね。しれっと。ケンジに混ぜられたけね、俺。さあ、先生。先生が一匹釣るとこ。査定しに来ると釣れんの？そんなもんですよ。釣れた、フィッシュってね。フィッシュ。分かりやすい当たりが出よったらいいんだけどね。今が当たりがない。うん、もしかしてフィッシュ？フィッシュ？フィッシュであります。イカ先生がフィッシュであります。はいはい、ナイス。あー、でも20センチか。うん、ナイスであります。お、フィッシュ、ケンジ、フィッシュって言わないけんちったやろ。またサバとか言うんやない。いや、
豆足あー落ちた。さあというわけで帰りましょうかね、うん、そろそろ帰りましょうかね。よし、じゃあ次回もアジング今週もう一回ぐらい来ようかね。はい、今日の釣果を報告せよ。この一番でかいの俺が釣ったやつやないこれ。違う？いや、そうと思うよ。伊賀先生、伊賀先生、おお重たい。でもこんくらいの短時間でこんだけ、もうちょっとでっかいのがあったらね、いいんだけどね。変わらんね、もうアベレージとして20センチかな。ぐらいね、もうちょっと大きいのはね、釣れたらいいんだけどね。よし。というわけで、じゃあ次回もまたよろしくお願いします、先生方。お疲れ様でした。